このチャンネルでは以前、双方のチームが得をしたウィンウィントレードについて解説した動画を作りました。そしてその動画のコメント欄で、視聴者の方から次は双方損をしたトレードを紹介してほしいというリクエストをいただきました。ということで、今回は双方のチームが損をしたルーズルーズトレードを5つ取り上げていこうと思います。2012年、ドワイト・ハワードをめぐるトレード。まず最初に取り上げるのは、ドワイト・ハワードの移籍によって巻き起こった大型トレードについてです。2004年にドラフト全体1位で指名を受けたハワードは、その後若くしてリーグナンバーワンセンターの地位を築き、2009年にはマジックをファイナルへと導きました。しかし、2009年をピークにマジックの成績は下降し始め、ハワードはヘッドコーチの采配やチームの補強に不満を持つようになります。その結果2011年、ハワードはチームに対してトレードを要求。マジック側はハワードの残留を望んでおり、話し合いによって説得を試みましたが、結局両者の溝が埋まることはありませんでした。そして2012年のオフ、レイカーズ、マジック、シクサーズ、ナゲッツの4チーム間で12人が絡んだ大型トレードが成立します。まず、この取引でレイカーズはマジックからドワイト・ハワード、クリス・デューホン、アール・クラークを獲得。次に、シクサーズはレイカーズからアンドリュー・バイナム、マジックからジェイソン・リチャードソンを獲得。続いて、ナゲッツはシクサーズからアンドレイ・グダラを獲得。最後に、マジックはナゲッツからアーロン・アフラロとアル・ハリントン、シクサーズからニコラ・ブーチェビッチとモー・ハクレスを獲得し、さらに3チームから1つずつ1巡目指名権をもらって合計3本と2巡目指名権2本も手に入れました。このように、ハワードの去就をめぐって多くの選手が巻き込まれた大型トレード。しかし、奇妙なことに、この取引は関わった4チーム全てが敗者となったのです。まず、ハワードを獲得したレイカーズ。レイカーズはこの年のオフにスティーブ・ナッシュも獲得しており、コービー、ガソル、ナッシュ、ハワードという強力なビッグ4を結成しました。しかし迎えた12-13シーズン、ナッシュが開幕2戦目で負傷離脱し、ハワードもチームにフィットせず、さらに孤軍奮闘していたコービーがシーズン終盤にアキレス腱断裂の大怪我を負ってしまうなど、この年のレイカーズは最悪の結末をたどりました。そしてシーズン終了後、FA となったハワードはロケッツへの移籍を決断。このように、ハワード獲得は大失敗に終わり、レイカーズはここから6年間にわたってプレーオフを逃し続ける暗黒時代へと突入したのです。次に、バイナムとリチャードソンを獲得したシクサーズ。しかし、バイナムは怪我によってシクサーズで1試合も出場することなく、翌年キャブスへ移籍。そしてベテランのリチャードソンも特に目立った活躍はせず、2015年に引退しています。このように、シクサーズはエースのイグダーラを放出したにもかかわらず、損しかしていません。続いてナゲッツ。イグダーラを獲得したナゲッツは、迎えた12-13シーズン、前年から勝ち星を19も伸ばし、球団記録の57勝を記録しました。こうしてトレードは大成功かと思いきや、2013年のオフ、FA となったイグダラはウォーリアーズへ移籍してしまったのです。そしてナゲッツは翌年以降成績を落とし、再建期に突入しました。最後にマジック。ハワードを放出して再建へと舵を切ることになったマジック。しかし、マジックはトレードで得たアセットを活かすことはできず、2013年以降の9年間で勝率5割を超えたのは1度だけ、プレイオフ進出は2回のみと低迷が続いています。このように、ハワードのトレードはどのチームも損をした最悪の取引となったのでした。2008年、シャキール・オニールとショーン・マリオンのトレード。続いて取り上げるのは、2008年2月にサンズとヒートの間で成立したトレードです。2000年代中盤、ラン&ガンオフェンスでリーグに旋風を巻き起こしたサンズ。しかし、サンズはプレイオフでは結果を残せず、オフェンス重視のスタイルでは優勝できないという批判を受けるようになります。また2007年頃からサンズのショーン・マリオンは、ナッシュとスターダマイヤーに次ぐ3番手という自身の役割に不満を持ち始めていました。そのような経緯もあり、サンズのフロントは2007-8シーズンが始まるとトレードを模索し始めます。一方、2006年にウェイドとシャックを中心とするチームで優勝を成し遂げたヒート。しかしこの年以降、シャックは故障による欠場が増え始め、年齢的な衰えも重なってパフォーマンスが落ちていました。そのため、ヒートはシャック放出を検討するようになります。そして2008年2月、サンズとヒートの間で取引が成立しました。まず、このトレードでサンズはシャックを獲得。
次にヒートはショーン・マリオンとマーカス・バンクスを獲得しました。インサイドのディフェンスを強化したかったサンズと、35歳のシャックを放出してロスターの若返りとサラリーダンプを狙ったヒート、両者の利害が一致したことで起こったこのトレードですが、結果的には両チームにとってあまりいい結果をもたらすことはありませんでした。まずヒート視点で考えると、サラリーが高額だったシャックを放出できたことには価値がありました。ただ代わりに獲得したマリオンとバンクスはチームに定着せず、2人とも1年後に再びトレードで放出されています。一方、このトレードで完全な敗者となったのはサンズでした。シャックの補強で守備の改善を狙ったサンズですが、ディフェンス面で思うような成果は上がらず、そして走れないシャックの加入は、ラウンドガンオフェンスというサンズの最大の長所まで潰すことになりました。結局、サンズは2008年のプレイオフでも1回戦でスパーズ相手に1勝4敗で敗退し、ヘッドコーチのマイク・ダントーニは辞任。さらに、シャック加入2年目の2008-09シーズンには、サンズは成績を落とし、プレイオフ進出すら逃したのです。こうしてサンズにとってシャック獲得は大失敗に終わりました。当時、サンズの GM を務めていたスティーブ・カーも、あの頃の私はまだ若く GM として未熟だった。ホームランを狙った結果、チームのアイデンティティを壊してしまった。と自身の判断が間違いだったことを認めています。このように、シャックとマリオンのトレードでは、ヒートはそこまで得をせず、サンズは痛い目に遭うことになりました。2017年、アイザイア・トーマスとカイリー・アービングのトレード。続いて取り上げるのは、2017年にキャブスとセルティクスとの間で成立したトレードです。2017年のオフ、アービングのトレード要求によって、キャブスとセルティクスという当時イーストの覇権を争うライバル関係にあった2チームの間でトレードが合意に至りました。まずこのトレードでセルティクスはカイリー・アービングを獲得。続いてキャブスはアイザイア・トーマス、ジェイ・クラウダー、アンテ・ジジッチ、2018年のドラフト1巡目指名権、2020年のドラフト2巡目指名権を獲得しました。ライバルチームがそれぞれの先発ポイントガードを交換するという異例の内容となったこのトレード。しかし、この取引では両チームとも損をすることになりました。まずはアービングの代わりにトーマスを獲得したキャブスですが、トーマスは股関節の怪我で前半戦の36試合を欠場します。その後、年が明けた2018年1月にトーマスはキャブスデビューを果たしたものの、怪我の影響で以前よりパフォーマンスはかなり落ちていました。そして2018年2月、復帰からわずか15試合でキャブスはトーマスをトレードで放出したのです。その他にもキャブスは多くのメンバーを入れ替え、イースト4位でレギュラーシーズンを終えました。プレイオフではレブロンの超人的な活躍でファイナルには進出できたものの、そこではウォリアーズにスイープで敗退。そしてエースのレブロンはオフシーズンにレイカーズへ移籍してしまい、キャブスは再建へと舵を切ることになったのです。一方、アービングを獲得したセルティクス。セルティクスは17年のオフにゴードン・ヘイワードも獲得しており、アービング、ヘイワード、ホーフォード、ブラウン、テイタムなど豪華なメンバーを揃えました。そのため、開幕前には優勝候補にも挙げられていたセルティクス。しかし、17-18 シーズン、アービングとヘイワードが負傷離脱してしまい、セルティクスのファイナル進出はなりませんでした。続く18-19 シーズン、アービングとヘイワードが怪我から復帰し、満を持して開幕を迎えたセルティクス。しかし、このシーズンはアービングが若手を批判したり、他のメンバーと衝突したりするなど、セルティクスのケミストリーは崩壊。プレイオフでも2回戦で第1シードのバックスに1勝4敗で敗退しました。そして2018年にはボストンのファンの前で延長契約を約束していたアービングですが、2019年のオフにネッツへの移籍を決断。こうしてアービングは2年の在籍期間にほとんど結果を残すことなくセルティクスから去りました。このようにアービングとトーマスのトレードはどちらのチームにとっても最悪な結果をもたらしたのです。2005年クリス・ウェバーをめぐるトレード。90年代後半から2000年代初頭にかけて、エキサイティングなパッシングオフェンスで人々を魅了したサクラメントキングス。2002年のプレイオフでは、この年3連覇を成し遂げるレイカーズ相手に死闘を繰り広げるほど、当時のキングスは強いチームでした。そしてそのキングスでエースを務めていたのがクリス・ウェバーです。前世紀には平均25得点、10リバウンド、5アシストというようなスタッツを記録するリーグ屈指の万能ビッグマンだったウェバー。
しかし、ウェバーは2002年頃から怪我による欠場が増え始め、キングスのフロントはウェバーの放出を考え始めるようになります。そして2005年の2月、キングスとシクサーズの間でトレードが成立しました。まず、このトレードでシクサーズはクリス・ウェバー、マイケル・ブラッドリー、マット・バーンズを獲得。続いてキングスはケニー・トーマス、ブライアン・スキナー、コーリス・ウィリアムソンを獲得しました。しかし、このトレードは両チームにとって悪い結果をもたらすことになります。まずはウェバーを獲得したシクサーズ。シクサーズは2001年のファイナル進出をピークに成績を落としており、エースのアイバーソンにも愛想をつかされそうになっていました。つまりシクサーズはアイバーソンに残留してもらうため、そしてもう一度ファイナルの舞台に戻るために、ウェバーの獲得に動いたのです。しかし、ウェバーはシクサーズにフィットせず、加入1年目は平均 15.6 得点、フィールドゴール 39.1% とキャリア最低レベルのスタッツを記録。そしてシクサーズの成績も上向くことはなく、2006年12月にアイバーソンはトレードでナゲッツへ移籍しました。こうしてシクサーズはチームの象徴を失ってしまったのです。一方、ウェバーを放出した代わりにロールプレイヤーを獲得したキングス。この後、ウェバーに続いてペジャストヤコビッチやマイク・ビビー、ヘッドコーチのリック・アデルマンなど強豪時代のチームを支えたメンバーは次々と退団し、キングスは再建へと舵を切りました。しかし2007年以降、キングスは暗黒時代に突入し、現在まで15年連続でプレーオフを逃しています。このように、ウェバーのトレードでは、シクサーズもキングスも不幸な結末をたどっています。2011年、デロン・ウィリアムスをめぐるトレード。続いて取り上げるのは、2011年にジャズとネッツの間で成立したトレードです。2005年のドラフト、デロン・ウィリアムスはジャズから全体3位指名を受け、NBA 入りを果たしました。その後、デロンは順調に成長を遂げ、3年目の2007-8 シーズンには 18.8 得点、10.5 アシストを記録し、オール NBA セカンドチームに選出される活躍を見せます。当時、ドラフト同期であるクリス・ポールと共に、デロンは今後のリーグを背負うポイントガードになると期待されていました。しかし2011年2月、レギュラーシーズンの試合中に、デロンはヘッドコーチのジェリー・スローンと衝突。スローンはストックトンとマローの時代からジャズの指揮を取っていた名将ですが、デロンとは以前から対立関係にありました。そしてこの事件をきっかけにスローンは辞任。さらにデロンとの延長契約が難しいと判断したジャズは2011年2月にネッツとのトレードを成立させました。まず、このトレードでネッツはデロンを獲得。続いて、ジャズは見返りとしてデビン・ハリス、デリック・フェイバース、2011年と12年のドラフト1巡目指名権を獲得しました。しかし、このトレードでは両チームとも損をすることになります。まず、デロンというオールスターガードを手に入れたネッツは、その後も将来の指名権を売りまくり、ジョー・ジョンソンやポール・ピアース、ケビン・ガーネットなどスター選手を次々に獲得していきました。しかし、このスーパーチームは全く噛み合うことなく、完全な失敗に終わります。デロンもネッツ加入以降は、怪我もあってパフォーマンスはどんどん落ちていきました。そしてネッツはやがてチームを解体し、リーグ最下位クラスの成績を残すのに指名権がないという暗黒時代に突入するのです。一方、司令塔のデロンを放出したジャズ。ジャズが見返りとして受け取った選手の中で、フェーバースは主力としてそこそこの活躍を見せたものの、デビン・ハリスは1年後に再びトレードで放出されました。そしてネッツから得た指名権でジャズが獲得できた主な選手は、2011年のドラフト全体3位で指名したエネス・カンターだけです。カンターはジャズでそこまで活躍することはなく、3年半の在籍期間で移籍することになりました。オールスターガードのデロンを放出した見返りがこれでは、ジャズはトレードで得をしたとは到底言えません。このように、ネッツとジャズ双方にとって、デロンのトレードは失敗となりました。ということで今回の動画は以上です。さよなら。